またやってるよ。この規模感でやってたらさ、世界悪空間に包むまで2億年かかるんじゃないこれ。おっと、左下に可愛い子発見か。違ったわ。下向くだけでなんか落ち込んでるように見えるのすごいね。後悔してそんな雰囲気出してるけどさ、この階層で。やっちゃいけないことだからね。人殺ししてこいって言われてさ、殺した時にやれって言われたんでって言ったら許してもらえると思ってんのか。何に怒ってるんだ俺は。僕は許しちゃいけないと思いますけどね。正直次の新キャラこいつに、お前らもう飛べ。まあ、とりあえずヨッシーでよくて、マリオ使ってあげ、つ、あげなーい。毎回思うけどさ、なぜ5人選べるのにさ、4人なの ?5 人選ばしてやられないの。んー、チェリー。昆虫王者カブトムシカチカチすぎな、マジで、ほんとに。もうまた強制スクロールで俺の一番嫌いな。なんか毎回さ、右上のゲームマンの5出たり出ないかって何ですかって言うんですけど、俺が忘れちゃう編集だから言っとく、忘れるな。せめて5段だけでも意識どうしてた。おい、意味ねえじゃねえかよ。ヨッシーが。頑張って起動したら何だったんだ一体。フィギュアにされてえかお前。チョコになっちゃえ。よし、チョコ。でも、ほら、アラモス教に殺されすぎじゃない。アラモス、多分この悪の下実況で一番俺アラモス教殺されてるけど、こいつが一番強いんじゃない結局。なんか空中くせになんか3回攻撃ぐらいしてくるじゃん。さらに、無敵の行動はないよ別に。これ一番右。確かね。確か覚えてる。うん。人間ひねくれてるからさ、一番奥に隠しようと。何一番手前が正解だと。そんなことがあるのか。ひねくれな、さらにひねくれ読んできたのか。クラピカだったら当たるんだろうな、一発で。俺はクラピカではなかった。そういうことだ。ピカピカってこと。いや、これ一番強いじゃん、これが。あれずっと全部とこに、そっち、ちょ、急になんか情報量が課題なんだけど。なんか正直さ、今5回じゃん、死んだ回数。でもさ、だ無理だと思うんだよね、10。だからさ、俺7回あと2回ゲームオーバーだったら、ちょっとシール貼ってみよっかなって。シールって貼ったこと、マットレス。シール貼ったことないでしょ、みんな。で、俺もシールあったらどのぐらい強くなるのか知りたいしさ、その機能を見てみたいんだよ、俺。めちゃくちゃ風に流されるんだけど、これ何この風神チャンネル。ギラマジ強いし、ギラギラアドじゃん、こいつ。ギラーンがなんか死んでくれと。ありがてえ、その自殺。やっぱ自然のものが一番強いってこと、人が戦うよりも何しに来たんだ、お前。もう終わってんだろ、試合は。なんだこいつ。なんだこいつ、何しに来たんだ。だシールあるとね、結構変わると思うんだよね。で、50分授業が、5分短縮して45分授業だ、みたいな。そんなもんかって思うけど、めっちゃ嬉しいじゃん。今日5分短縮だよって今日先生に朝言われた時とかだよ。マジ神やみたいになるでしょ、それ。これ合ってんのか、これ乗るの。風強すぎな、これ。どういう吹き方してんの、これ合ってるこれ。大丈夫これ潰されるんじゃないの、待って何そんなギリギリで止めなくても、ナチュラルに殺されそうだったんだけど、そんなことあるかい。ゴール近い。よかった、もうちょい。引かれた。免許は返そう、みんな。わかる、老人になってから乗るのダメ。本当に免許返納だけが大事で、今ここで分かったね。交通安全の落とし穴。世紀末かな？何もないんだけど。おい、出すところだろ、ビームを。意識しとるやん、それは完全に。血尿みたいになってんじゃん。止められてしまう。ボコせ、お前。ロボットなんだから。お、カービィじゃないこれ。この感じ。全然違った。バチロボット。グロ首取れ方、グローバルワークやん。しっかりと。あ、一個もだけ取って。ケーキ入刀！で、しっかりなんかこの、同時にやらないと開かないんだろうね、多分。勘合貿易みたいな感じで。お、必死に止めてる。おい、何それ買って買ってじゃん。はい、行くよーって手伝われちゃった。優しいな、ロボットたち。殺すんじゃなくて、なんかどっかすだけなんだね。マリオもなんか、あんな魂のインファイトしといて、あんな高いことある。俺らのマリオは、これ死んだんじゃないみんな。死んだんじゃないの、ちょっと俺の中の簡易版コック川崎が。うお、早いよし。てか、リンク何もしなくない、止めもしないし。運ばれてるだけじゃん。一番いらん英傑じゃん、こいつ。うお、クリアしちゃった。さあ、シーン変わって、ムービーなしのフォックスとディディと。こっちなんだ、こっちはあれか。なんだっけ、なんかで誰かと合流するんだよ、確かね。忘れちゃったけど、で、俺さ、見たんだけど、今30%ぐらいのクリア率が。で、なんか、確かね、記憶によるとね、100% じゃないんだよね、クリア率って。確か、70とか60なんだよ、全クリしたとしても。ちゃんと、その要素満たさなくて。だから、実質、もう半分終わってるって考えたら、今5回じゃん。ワンチャン歩くない、これ。ワンチャンある、楽しい、ここ連れてきてもらおう、今度、誰かに。だんだん上手くなってるってことだよ、俺も。ちょっとびっくりすぎて、うんち踏ん張ってみたいな、これじゃった。びっくりすぎた、これ見て、絶対フォックス当たらないマシン、逆キラー当たらないマシンって言おうと思ったら当たった。それ当たるんだ、賢いね、また一つ、賢くなってしまった。そういうこと、これ、内部から外部へのダウンバースト。開示、こういう下から上、上から下だと思わなかったの、まさか。そういう風のパターンもあるけどね。そんなわけ。なんだ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 。スキップできたんだけど。儲け！儲けたこれ完全に。いやなんか最近ツイッター見たらさ、なんかツイッターにあるよね。収益を得るみたいな。すごくない？
ツイッターで生きていける時代なんだと思って、やっぱツイッターガチでからすると、まあ別に収益化は多分しないと、別にしないですけど、そういうとこを見ると、こういう時代になったんだなって思う。これマジでむずい。あのね、はしご登るの変ね、難しいんだよ、ウィリモコン。なんか、上をしてんのに、下行っちゃうの。それだけが、いつの懸念点だけど、絶対的やん。はい、最強の技、ハンマー取らせて、どこ行った、俺。死ぬじゃん。見てこれ。ハンマーブロス絶対殺すマシン。すごくない？このゲームにおいてのフォックスマジで結構強い。反射当たってるのが、タイ出た強制スクロール。これさ、なんか俺が強制スクロール嫌って言ってから強制スクロール嫌ってほど増えてない？嫌だけにさ、嫌って。耳って感じなんだけど、それ、嫌か。愛か、ごめん、なんでもない。ちょっと待って！ほら、登れ！でも、当たるじゃん。で、下行く！なんでスマートボール持ってんだ、俺予備用に。いける！無理。ああ、どうしよう、そっからだと思ったらと思ったらよかった、こっちで。そっち側だったら死でたもんね。こんなクソしょうもないところで。あと、やめて、ハンマーブロスが。待って、ドアがんじゃう。おー、切ろ。こういうとこいいよな。こういうところでさ、なんか老後とかさ、ルネッサンスみたいなコーヒー飲みたいなって言おうと思ったらさ、コーヒー嫌いだった、俺そういえば。てか、食いすぎない。仲良く話してたね。また君か。すごいいっぱい、確かこれ反射。ここで、避けるんだ。下火忘れてるわ、こいつ。たまにあるやつね。プレイヤーが下火忘れちゃってるパターンのやつだ、これ。ちゃんとしてくんないとね、バイトの人が。ディズィー戦ったっけ、ディズィーなんか。何このなんか、カリフラワーみたいな。ディズィーなんか戦ったっけ？いや、覚えてないな、この辺。デディーコングが出てくる。これ強いね。フォックス対クッパ。いや、確かファルコ。そう、今思い出した。今すべて思い出した。ここでファルコが来る。かっこいい。いや、ファルコとフォックスの投資からずるいよね、これ。来るぜ。マンコー！はい、ファルコが来ると。横 B からのウエスマ硬直なし、はい、チート。ジャンプから、なんとブラスター4連、はい、チートです。完全に改造しきってます、このキャラ。え、この草むらなんか俺んちの河川敷の近くで見たことあるんだけど。え、収録地俺んちの近くじゃないこれ。実は俺んちの近くだった。あ、思い出した！超バカデカディディだ、確かこれ。これ怪しいな！勝てるか。こいつ確か強かった気がするけど、ファルコ行っとくか。久々だしな。ファルコでいいや。ファルコで行こう。ブラスター先手一緒。全部受けられた。全部デカすぎない？ざっと嘘。バカ煽ってくれ。これ大丈夫？これ、ボドカさんとかだったらぶち切れてんじゃない？これもしかしたら。いや、これでもこれさ、いっぱい攻撃入るから、なんだろう、繋げる系弱とか繋げてったら、こう何パーで飛ぶんだよ、こいつ。いや、これ、なんか割マジで負けそう。ぶわ、針神だ。それ俺の取って、取って。取れ、おっと、やばい。それ、針線があれば俺の勝ち。うわー、ちょっと待って。疲れてるじゃん、これ。だあ、うん、早く死ね、早くしてくれ、早く。ちょっと、今ので息上がったわ。あんなに連打したの初めてなんだけど。かっこいい、このディティのポーズ、いいね。ファルコが行っちゃう。あ、もう一回ね。いや、この下りいいよな、この、擦る感じ。センス高いわ、これ。連れてかれる。おい、おめえ！お前だよ！お前逃げられると思ったか、お前。いいね、このなんかリゾート地に来た感じの。嘘でしょ？そんな油断されたことある？死んでたの、俺もしかして今。やばくない？このゲーム。この辺のなんか制作人、巧妙だな。確か賢いわ、これ。ちょっとぜひいたらコメントください。お前、それ飛んでけよ、お前乗ってさ。あ、喋ってばよかった。そうか、シャビーとか関係なかった、語ったと。もう忘れてた。俺があの時のフォックスだったということが最初のムービーのな。これ、全部うまい。このエイペックスで鍛えたエイム。このエイム力ダメだ、俺エイペックスできねえわ。なんかプレフォーでさ、チーターで新しいよね。なんかエイペックスゲーム、チーターは PC 版にしかいなかったんだけど、なんかプレフォー版でチーターが出たとこ行って、それでなんか大騒ぎするのを見て、エイペックス終わりの始まりみたいな。この世の終わりの始まりみたいな。俺の人生もう終わってるから別にいいんだけどさ。もうダメだ、下手くそすぎる。全然進めん、俺。リゾート地いいなとは思うけどさ、ハワイとかそういう海外とか俺行ったことないからさ、飛行機とかさ、修学旅行の時さ、なんで止まらないのこれ。乗ったことあるけど、マジで、あ、いい、あっぶね、半身脚ない今の。マジいいもんじゃない、あれ。腰悪くする、ほんとに。死ぬほど、何それ、そんな、それに当たるんだ。上ビーなんか判定弱くない？マジで飛行機に乗りたいと思う。修学旅行これから行く人とかそういう人はね、飛行機に幻想みたいだけど、マジで、あの、ゴミ。もう何このバタバタ一番強い。ファルコなぁ。なんか上ビーのさ、上昇量がさ、多分フォックスよりなかったんだよ。今でさえないじゃん。確か今でさえあんまないのに。なんで？え、なんだか下手くそなんだけど。ジャンプのタイミングは、
合ってないのか。なんかこれ確か上ね、こう腰げたはずなんだけど、まあそれは別にいいとして、俺の屍を越えていけって感じなんだけど。うわ、懐かしい、あのブロック。あのブロックね、ステージ制作とかしてない、スナブラ X。やべ、ステージ制作するのはスナブラ X じゃなくてもいいのか。あの金魚、クソ追ってくるくせに水を泳げないんかい。うわ、これクソくなるわ。いけ個性よっしゃ針山地獄に進まない人。あ、ダサい、今の。まだあんのこの BGM いいな。うわ、川のせつらぎ、あっぶね。今結構強く、何このモンスター懐か、これバグっちゃった、今ファミコンみたいな人、俺。64で刺した時のバグみたいな音しちゃった、ごめんなさい。DD コンコ戦うな、これ絶対に。何が来るんだ、ボチョボチョ、なんだあ、これすらおしまい、そこまでやんなきゃダメ、なんか、ぶねえの。なんかその、こいつ、今回のキラーのこの、いや、それ忘れた、普通にあと 1% しか、1ストックしかいないんだから、このところやめたら死ぬの。もう最後臭いんだから。何これちょっと難しい。あ、来る、ここ。あ、ぶね。下のよく見よう。これ絶対即死だもんな、だったら。やばい全然よかった、違う、置いていかないで、あぶねえ俺だけぼっちかと思った、また戦闘終わる気配します、これ。なかった、危ない。なんでここにデカフリボーがいるんだ、はぁおー、なんだ、お、ドンキーがすごい、こんな厳重に扱ってんの、なんでドンキーコングのパワー偉大みたいな。なんかあれみたいだね。キャプテンファルコンのさ、ブルーファルコンっぽいけど。水きれいだね。すごいな、Wii にしては、素晴らしい画質だ。お、来たか、あの乗り物。おー、なんだっけ、これ。スターファルコンじゃなくて忘れちゃった名前。なるほどね。こんなもんでしょ。次、研究、次なんかあれな気がする、ボス。それでは。